こういう看板を建物とかにつけたいとき、こういうところですね、こういうコンテナとかの表面につけたいときに、釘とかあとネジ使って直接つけると、これ建物を傷める可能性ありますね。せっかくこういうしっかりした壁ができてるのに、そこに穴を開けてしまう、やっぱりやりたくないです。そこでいい方法がこういうマグネットホルダーを使う方法ですね。これマグネットになってます。これ普通のマグネットと違って、これヨークというこういう金属鉄の金具がついてますので、非常に強いですね。これ1個で 10kgF、 そこまでの荷重に耐えられます。そこ4つですので 40kgF。 まあこのパネルそんなに力ないですし、あと壁に密着してつけますので、風圧の影響とか受けないと思います。あと四隅につけてればこのくらいのもので大丈夫じゃないかなと思いますね。あとはネジと電動ドライバー、これで取り付けを行います。こんな感じで四隅に配置します。できるだけこれ隅がいいですね。真ん中のに近いと力が発揮されないですね。それあとここ真ん中に穴が開いてますので、ここにネジを締め込みます。これで完了ですね。これでマグネットを取り付けしました。あとは金属製の壁、鉄製の壁に貼り付けるだけですね。こんな感じで貼り付けました。このコンテナとか壁に一切穴開け不要、鉄製であれば磁石を貼り付けば何でも OK ですね。こんな感じですと、これですともう穴開け必要ないですので、この設備側の寿命が長持ちすると思います。これ穴開けてしまったら中に貫通しますので、雨とかもって錆びたりとかしますけど、これでしたら問題ないですね。あと賃貸物件とかでこういう看板をつけたい場合、そういう場合後の復旧が楽になりますね。いいティップスだと思いますので、ぜひ活用してみてください。